そう、インタビューで緊張しますかって、初めてのフロント緊張してますかって聞かれて、そのミュージックビデオ撮影中にね、で緊張してないなと思って、その時にやっぱ常にさセンターの気持ちで踊ってるからさうん、いやだからかな。どこにいてもセンターの気持ちでやっぱり今までずっとやってきたので、今回もそれが、その気持ちは変わらないので、うん、だから緊張はしてなくて、だからなんだろう、ちゃんと気持ちはセンターで踊ったことあるんだけど、センターで踊ったことはないの。だから実際どうなるんだろうとかっていう想像しかしたできないからうん、気持ちはっても次は言わないように、よかった、皆さんが喜んでくれて。フロントの景色はね、多分披露しないと、というか披露して皆さんの前でね、初めて披露してとか、こうやっぱその愛のホログラムを披露していくにつれて毎回毎回感じるものだと思うので、うん、まだちょっとファンの方がいない状況だと、うん、感じれないっていうか、まだ感じたくないかもうん、ファンの方がいないのに。だから自分が今回今作フロントに立たせていただけて、でそのミュージックビデオを収録した後もなんかこうフロントっていうことはあんまり実感してなくて、やっぱりファンの方に伝えてから、うん、実感するのかなって思っていたので、ご無事伝えられて嬉しいです。フロントメンバーはこういう景色が見れるんだっていうのを、うん、実感できるように今作も頑張ります。
でも私がこうセンターに立ちたいっていうと、センター立ったらやれるんじゃないのかって心配なんじゃないですかって心配になるってコメントもらうんですけど、それはないので、うん、あと一つ言わせて、セクシーな曲しかできないわけじゃないから本当に明るい曲でもかっこいい曲でも切ない曲でも、そう、やれるけど、なんかそう言われるの、新婚の時もそうなの。色眼鏡で見ちゃダメ。そうだよ、何でもできるから。そうっていうのに、うん、もうダメです、もう死うん、いらない、セクシーなんていらない嘘、できるから、いろんなことが。ファンの方は分かってくれてるのは分かってる。セクシーしかできないんじゃなくて、セクシーもできるって思ってほしいの。可愛いもかっこいいも切ない楽しい面白いもできるけど、その中の一つなだけだって、セクシー大人っぽいとかが。逆にさ、そこができる人が多くないから、その一人だけずれて見えるのかもしれないんですけど、違うよって伝えたい。そこだけって見られるから、違うの、全部できるの。
ウィンブルドンだってできるもんやれたもんっていうのはファンの方は分かってるでしょ。でも分かってない人が多すぎて見てない、それは過去を見てないからだ。見てない方が悪いじゃんかってなるじゃん。だからそのやっぱりそういろんな私をちゃんと向こうがちゃんと理解するまで今年は圧かけていきたいと思うので、聞いて、可愛い声だって出せるんだもんいつだっけ、最近公演した時、2月2日の公演のアンコールの君だけ好きだった私を置いてゆくのさよなら絶対嫌いになるの歌い方超可愛かったでしょそう本当に悩み、私を知らない方が多い、知ってるふりしてる方が多いから、私のファンの方みたいにちゃんと知ってほしい。沼にはまると怖いっていうくせに知らないじゃんって怒ってるからねファンの方じゃなくてね、うん、だからそういう方にもやっぱりちゃんと私が届けきれてないんだなって自分で思うから、ちゃんと届けていけるように、悔しいから知らない佐藤果歩を見せてあげます、皆さんにもやばい、自分でなんか上げてないハードル頑張る頑張るもん でもそういうのを見せれるきっかけになる場所にこう今作立たせていただけたので、2列目3列目もさ、やっぱり選抜メンバーにいさせていただけてること自体がすごく本当にありがたいことなんですけど、やっぱりこう知ってほしい私の部分を届けきれてなくたんだなっていうのをすごい感じるので、そういうこう皆さんの佐藤果歩のイメージをやっぱり聞くと、なのでちゃんと、うん、自分から届けていけるように、全方面アピールしていきたいと思います。ありがとう。うん。頑張ります。素敵なチャンスだと思うので、きっかけというか、うん、
こう佐藤果歩の第何章かわからないけど、うん、また新たな次の景色を見ていくために立てたと思うので、そうすぐプリプリしちゃうから気をつけます。うん、みんな見てないんだもん、ちゃんと顔のこと、ファンの方だけじゃなくて見てくれてないから、本当に見てくれてないと危ないぞ存在感出して頑張ります。忘れられないように。本当にありがとうございます。初めてのフロント、多分本当にファンの方の前で披露してやっとなんか感じるのかなと思うので、たくさん皆さんに見てもらえるように、届けていきたいなと思いますし、本当に皆さんのおかげだと思うので、うん、だから皆さんが押し上げてくれなかったら私は多分いないので、あそこに、うん、それも含めて、皆さんがつなげてくれたものを私がさらにつなげていけるように、やっと発表されたので、ここからもブイブイ言わせて、もうガン出していくので一緒についてきてくださると嬉しいです。ブイブイ言わせよ、ブイ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 って、うん、頑張ります。本当に皆さん、あの果歩だけ見てくれてたら十分、その逆もあるけど、果歩以外見てたらもうダメもうやっていけない、顔みんなが違うとこ見てたらもう、うん、立てない、うん、っていうぐらい本当に今回、前作あんなにこう沈んでたのに、今回こうすごい、うん、嬉しい気持ちにさせてくださって本当にありがとうございます。明日4時時とかに起きないといけないので早く寝なきゃと思ってたんだけど、ちょっとメール書いたりいろいろしてたら、配信もねもうきっと明日起きれると思うので大丈夫なんですけど、
もっと今年は皆さんを喜ばせるつもりでいるので、喜ぶ準備して。いてください。より喜ぶために もっと応援してもらって。みんなからの愛がもっと大きくできるように。頑張ります。もっともっとちょうだい。初めてのフロントシングル、楽しみにしてます。あと7分もなっちゃった。あっという間ですね。うん、頑張ります。すべてにおいて。うん、そう、フロントに立たせていただけて、さらに火がついているので、遠くから見てちゃダメ、もっと近く来て。もったいないよ。頑張る。そう、でも今日たくさん寝たから大丈夫。これです。今作そう、寝だめできるタイプなの私。TikTok も頑張りますし、もっと SNS もね、見てもらえるようになりたいね。頑張りますよ。シングルの愛のホログラムの衣装もどこかで着ます。あと言うことあったかな。通常都会でも来ます。ピンクのリボンついてる方の衣装、決済の告知めっちゃ来るんだけど、してください。何日までですか？
決済の告知してくれないかほちゃんがしてくれないと忘れますみたいな。火曜日6日6日までだって。みんな私からのアナウンス待ってるのアナウンスしますね。じゃあ6日の12時までだって。じゃあ明日伝えます。確かに、おーいらっしゃるからね、忘れたことある方。でもへこんでるのよ忘れちゃって取れなくてへこんじゃうからうーんってなる。ちょっと待って、ランキングですね。1位ののありがとう、2位かがかありがとう、3位ばばばばありがとう、4位あーありがとう、5位ばばばありがとう、6位ひひひありがとう、7位じゅじゅありがとう、8位あーありがとう、9位じゅ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 ありがとう、10位ななありがとう、11位ふふありがとう、12位みみみありがとう、13位パパありがとう。ありがとうございました。結局最後までやっちゃったということで、皆さん悲しまないように忘れないでください。皆さんが悲しんでると、顔も悲しいけどなんかうんってなるから改めてフロントありがとうございます。ずっとありがとうって言ってるかもしれないけど、その時その時で受け取ってくださいまた、はい、配信しますね。明日早起き頑張りますありがとう。 SNS の見たいてね。またすぐ会いましょう。バイバイ。